なんだお前は。少し前までは魔法騎士団で鎖魔法のレブチとして多少名を知られてたんだがね、追放されて今はしがないただの盗賊さ。そのグリモワール俺がいただこう。グリモワールを使えるのは選ばれた本人だけだが、四つ葉のグリモワールは闇のコレクターにとんでもない高値がつけられてる。残念だったね。この場に俺が居合わせて、君の伝説は始まる前に終わりだ。おっと、そのペンダントも金になりそうだ。もらっておくよ。何してんだお前ら。何もかも諦めな。こんな落ちぶれ野郎相手に逃げてたまるか。外の魔導士、体鍛えたくらいじゃ歯が立たねえ。無駄なあがき、ご苦労様。俺はな、この鎖で触れた者の魔力量を知ることができるんだが、お前は魔力が一切ない。お前はこの世界じゃ何もできやしない。何もかも諦めな。生まれながらの負け犬くん。おい、誰が負け犬だ。そいつは負け犬じゃねえ。そいつはアスタは俺のライバルだ。まただ。ワール、やっぱりな。アスタが選ばれないなんてありえねえ。確かにお前に魔力はなかった。何なんだそのグリモワールは。クローバーの3枚の葉にはそれぞれ誠実、希望、愛が秘められている。4枚目の葉には幸運が宿る。5枚目には悪魔が住む。魔法が使えないならせめて肉体でもと思って鍛えた筋肉が役に立ったぜ。
アスタ。ユノ見ろ見ろ、俺のグリモワール、とてつもなくボロボロだけど一生大事にするぜ。よし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 、助けられちまったな。この借りはいつか必ず返す。アスタ、約束覚えてるか。ユノこそ覚えてたのかよ。俺てっきりバカにされてんのかと思って。ライバルと仲良くやる趣味はないからな。どっちが魔法帝になるか勝負だ。